8月27日火曜日、時刻は13時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうかえこの時間は頑張れ南葛 SC サッカー番組でお付き合いお願いします。ということで、えー、私 MC の井上真と申します。そして、えー、お隣この方です。南葛 SC 浅田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。浅田さんは南葛 SC のコーチということで、あの、黒くなってきましたね、例年通り。 だいぶ焼けてきましたね調子出てきましたね <laughs> <ょ> <laughs> 調子は差しとともにね <laughs>、えー、浅田さんがどん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 小厚くなっていくということでございますけれども今日もよろしくお願いしますねこの番組は東京都社会人リーグ一部から J リーグ参入を目指しております葛飾区のサッカーチーム南勝 SC を熱く熱く応援していく番組となっておりますということで本日も熱くトークしていきましょうそれでは行きましょう今週も頑張れ南勝 SC キックオフ さあ、改めまましして井上真と申します。す。南浅ではいというわけで我々葛飾のね心こここサッカーチーム南稼 SC ですけれどもただいま東京都リーグ一部で奮闘中ということでございまして迫ってまいりましたね浅田さん、はい、ついに9月1日日曜日ですね今週末でございますけれども、ね、決戦の日が近づいてきております。はいあのー もうずっと1年ね戦ってきておりますけどこの試合の重要性、えー、どんなところでしょうか浅田さんそううですね、うん、もう残り4試合にいよいよなりましてそうでございますこの4試合の結果によりきりで11月にあります関東リーグ昇格トーナメント、はい、これに参加できるかどうかというようなもう最終決戦の最終章になりますね。えーそうですね 今年もあの一歩 J リーグに近づけるか否かという勝負がね、えー、この先に待ってるわけでございますけれども、ね、ここのところはもう試合に向けての練習が再開されてると、はいね、サマーブレイクが1週間ぐらいあったんでしたっけそうですね、1>, ね1週間、はい、休みを取って、うん、まあみんな今、選手が集合して、またトレーニングで励んでるっていう状況ですね、はい、調子の方はいかがでございましょうかまああの、うん、変わらず、もう今年やってきたサッカーを、まあ、あとはさらに突き詰めて、ぶれることなく。 勝利に向かって頑張りたいなと思います。はい、そして最近は練習場の方にも全、ね、少し雰囲気の変わったあの新加入のアルトゥール選手がねブラジルの選手が加入したりとか、えー、しておりますが雰囲気いかがですか。そうですね。うんえー、まあかなりエネルギッシーな選手ですので、はい、あのー、まあ選手の競争といいますか、うん、まあポジション争いもすごく激激しい状況でですね。はい、はい。まあいい刺激になってます。なるほど。はいというわけで。 この週末はたくさんのお客様がね応援に来てくださるというふうに思っているんですが、まあ相手のアローレ八王子というチームですけれども、うんはい、こちらもね、えー、大きなライバルと言いますか、えー、上野昇格を同じく狙っているチームですよね。そうですね。うん、まあ八王子からまあ J リーグプロリーグへっていうのを掲げて、はい、我々と同じように上を目指して戦っているチームですので。そうなんですよ。はい、まああの対戦前にもしてますけれどもね。 えー、少し悔し悔いい思い出なんかかもありますすらねねそうで実はここまで2戦公式戦で戦わさせていただいて1、はい、まあ分けいっぱいと、うん、まだ勝利したことがありませんので今試合こそは、うん、というつもりでやっていいいきたいなと思います、はい、こちら9月1日日曜日の朝、えー、9時40分キックオフですね、はい、試合会場は清瀬内山グラウンド B 面ということですけれども多くの方に集まってほしいですね。 そうですね、うん、もう本当、この9月のまず3試合、で10月に1試合控えてますんで、はい、もうここで本当にまあ来年を占うと言いますか、はい、もう次のステージに行けるか、うん、行けないかっていう、本当に最終局面ですので、ぜひ、ちょっと遠方になりますが、会場に来ていただいて、まあ、本当に熱いご声援をいただきたいなと思っておりますいやいやいや、お待ちしております。是非ね一丸となって葛飾から J リーグチームもね、生み出していこうじゃありませんかということでございます。まあ、J リーグになっていきますと。まあ、最短でね、えー、何年かかるというところで言うと、まあ六年ですか。えー、で J リーグにもっと早ければ早い可能性もあるということですよね。そうですね。そうしますと、いろんななんていうんですかね、全国からいろんなチームが。 えー、J リーグチームが来て、多くのお客様が訪れる街によりなっていくというね、そんな夢も抱えながらやってるこの南葛 SC でございますけれども、今週はあれですか、トレーニングマッチがあったんですよね、そうですね,ね日曜日にトレーニングマッチをさせていただいて、はい、これ、ネットの方に出てますけれども、筑波大学、はい、まあサッカー部そうですねとね、はい、試合がありましたけれども、まあ、内容の方は上々でしたそうですね。既存の選選手手とと新しい選手と あとはあのフレッシュな選手と色々試し、はいろいろ試しをしてですね、はいまあ、調子のいい選手を本当にピッチに送り出そうということで決まってますので選手も本当に目の色変えてやってますなるほど、はい、ねぜひ皆様も応援していきたいなと、えー、ただいまの順位なんですけれども中瀬氏は一応6位というところに、ねえー、ポジションを取っておりますけれども勝ち点が18の6位と。と 3位までに入ることが、ね、絶対条件ということですね位に入ると入れ替え戦になる、ね。我々は去年あの1位でリーグ戦をフィニッシュしてその後入れ替え戦に参加したんですけどそちらでえまあ涙を飲んだという結果になりますので、うん、今年はリベンジ戦ということなんでね、はい、えぜひちょっと3位までに勝ち残りたいなとそうですね。思っていますね。すねえー、あとはあの今女子のの、ね、ウィングスの方が、えー リーグ戦を戦をっていますけれどもプレナスチャレンジリーグ入れ替え戦の予選大会、まあ、あの去年も、ねえー、出ましたけれども今年もそちらの方に、えー、出場が決まりましたねというファンは会場に駆けつけて応援頑張りましょうという土井さんからのメールもいただいておりますので男女ともにちょっとね頑張ってカテゴリーを上げていっていただきたいなということですね。さんん9月1日ですすけどどもどんな風に応援を期待しますか いやーもうどんな形でもいいので、はい、本当に選手の背中を押してもらえるような、うん、なんか今、皆さんサポーターの方でもどういうふうな形で応援をしていこうかということで、はい、いろいろお話ししていただいてるみたいですけどももメンバーも、ね、増えていろいろあの選手個人個人の、ね、応援歌を作ろうとかそうですねそれはネットに上げて共有しようとかやっててくれてますよね、うん、けどやっぱりそうやってやってくれることが本当に選手にとっては非常にありがたいことですし、うんはい、やっぱり本当に力がちょっと。 まあ、あと一歩届かないところが、うん、皆さんの声援で本当にゴールになったりとか失点を防ぐことができるっていうこともありますので、はい、やっぱりまあそういったためにも本当に皆さんのご声援が力になると思いますいろんなお仲間募集というねいろいろツイートとか SNS でねファンの方サポーターの方も中心となってやっていただいてますんでぜひそちらもねお願いしますそしてあのずっとねこの番組ではここのところ言ってるんですけどあのポスターをぜひ皆さんあのお見せやられてる方そうでないかと思すねす。 えー、よかったら、貼らせていただきたいということですよね、なんか是非の、のそうですねこれはもう商店街、はい、立石なんかはね、ぱーっと歩きますと、たくさん張っていただいてる、やっぱあれっていうのは、J リーグを目指すチームにとって、大事ですよね、まあ、広報活動のう一つになりますので、うん、まあいろんなところに張っていただいて、まあ、なんか存在するんだと。うん こういうチームがあるんだということを知ってもらえればなと、まず思ってますしいろいろな効果はたくさんあると思いますので、うん、あのぜひ、あのポスター貼っていただければなと思いますそしてあの先週もおっしゃっていただきましたけども自販機の設置もね、えー、ぜひ希望される場合はですねお話。 聞かせてていただけるっことでですすもんねねそう伊藤園さんと今、コラボレーションの企画で、南葛 SC のラッピングをした自動販売機が、葛飾区内でももう数台置かせていただいて、別の区でも全然構いませんので、東京都内であれば全く問題なく設置させていただいてますので、今、の他の区でももうすでに1台決まってまして、いろんなろに本当に置かせていただいてるっていう状況でつばさくんの絵が入ったあと、南葛 SC のエンブレムも入っている す素敵な自販機デザインですのでぜひ皆さん、ご検討いただきたいなと思いますなんかかなり目につきますので、うん、あの売り上げの本数もあ,のあるところではかなり増えてるっていう話も聞きスポーツファンもいっぱいいますし、ね、翼くんのファンももちろんいますから。うん はい、まあ、どうせあの買うのであれば、ぜひ軟骨の自販機で買っていただければ、嬉しいなと思います。うん、あさださん、もうそこでしか買わないですもん、ね。僕はもうそこでしか買いませんね。<laughs> いやいやはい。そうです。なかなか遠い時は無理でしょいやいや、もう買い、<も>買いだめしてますん。買い,はい、い買いだめしてます。<laughs> <laughs> なるほど。わかりました。さあ、ついにやってまいります。ええー、残り四千円ですけども。まあ、あの全勝でいくというのは、一応ね、目標。 であるわけですよね。もう目標というか、もう、はい、そう最低条件ですね。うん、はい、もう絶対に全勝で残り四つは行くっていうので、もう決意を固めてますんで。やはり三以内に入るためには全勝ということですけれども、もううね、絶対です。はい。それのために大事になってくることってどんなところでしょうね。コーチの立場から。もうやっぱりあとは、うん。 何の言い訳もせずにピッチに入ったら、もう目の前の相手ときちっと戦って、勝っていくっていうこと、それしかないかなと思います、はい、まあそのために、ハードワークっていう言葉だったり、よく走って、体を張って止めてっていうようなこともあったり、うん、やっぱりあのパスの1本、シュートの1本、1つの走ることにも本当に魂込めてやらないといもなかなかそう簡単には勝てませんので、そういった特に本当に集中して、一個一個のプレー大事にしてやるのが、一番勝利の最短 近道かなと思いますけどもこれあの応援に来てくれる皆さんももちろん、ね、聞いていただいていると思うんですけども、うん、アローレ八王子っていうのは、どういうスタイルのチームなんですかかなり走、うんはい、力があって、ですね、はい、ハードワークするチームですね、あの技術的にどうかというよりも、やっぱり選手一人一人がすごい一生懸命戦うっていうチームですので、まあ、そこにやっぱりきちっと立ち向かっていくっていうことが、まず大事かなと。しっかり戦う気持ちといいますかね。 あの今年はあの福西隆監督、はい、日本代表ですけれども、はい、え就任されまして、まあ、去年は選手としてね、えー、加入したんですけれども、就任1年目、まあ、このシーズン過ごしてきて、なんかチームに変化とかってありました変わってきてる部分というか、まあ、継続してる部分そうですね、<laughs> まあ、5年間積み上げたこうサッカーを今年ちょっとガラッと変えてますので、はい、中津氏はもう6年目でして、6年目です中という名前になってからね、うん、はい。 まあサッカーのスタイルがちょっと変わりまして、はい、あの見てる方も面白くなるような、うん、楽しんでもらえるようなサッカーをということもありながらも、やっぱり勝利にこだわってということで、えー、まあスタイル変更もありましたので、あ<ー>まあそういったところでは見てる方は結構、今年は評価していただいてるかなとは思いますけどなるほど、具体的にどういうスタイル、あのパスをすごくつないでいくとか、攻撃的とかってそうですね、うん、あの主体になってるのは、やっぱもう攻撃的に、アグレッシブに、自分たちから主導権握ってサッカーをやるっていうのが一番の メインです、ね、なるほど、会場に行きますと、福西さんも見れますからね、往年のサッカーファンにとってはたまらない、ねですね、福西さんがいるということですから、はい、ぜひ遊びに来ていただきたい、遊びにというか、応援にね。まあ ぜひね、地元のチームを一、一緒に皆さんで応援しましょうと、いうところですよね。はい。ママ。いらっしゃい。<laughs> 急にごめんなさい。いたのね、ごめんなさい、ね。ちょっと、ね、あのツイッターのコメント紹介してもいいかしら。ええ、ありがとう。ありがとうえっとね、日本代表ミートフィルダーの、小林ゆう選手と、練習した様子。<laughs> はい、あ,あと小林選手が参加した経緯、聞いてみ。すごい。ね、そ,その情報はもう、バレちゃってるんですよ。これ秘密なんですよね。まあ、だけど、皆さんも、SNS で、あの拡散されてまして。はい あのグランドにもかなり多くの方がいやそうなんですよねなぜからドイツで今もう秘密にしとくの無理よそうですねママ SNS でやってるからねなんで福田さんがここだけママに僕が勝手にするのかわからないすいませんねいつもねどうして活躍中のね日本代表オランダですオランダですね今ね中田氏でなぜか今練習してるとこれどういう経緯なんですかまああの移籍マーケットの今移籍期間になりますのでまあそこで今オランダリーグをもう対談の発表をしてましてなるほどまあ別のリーグに まあ移籍すると今いうことで、調整をしている状況ですねああ調整で、はい、あの寄ってくれてる、これはチームにとって大きな刺激になってるんじゃない,ですかいや、相当大きいですね、うん、あの彼のスタイルですとか、うん、まあ本当に100%の力ではやりませんけども、はい、やっぱり一つ一つ、すごい違うものがたくさんありますんで、チームにとってみれば、すごいプラスなことしかないですねそっか、入ってくれないんですか、何勝ですし。 まあ、ご予算次第だと思いますけど。あ、次はまた海外のどちらかに行かれる。いや、まだ決まってないので決まってない。はい、どっかはわかんないですけども。まあ、でもちょっと誘っ、ね、ママ、ママがちょっと誘ったらいいんじゃないのママ誘ったらこんな。ママ誘ってまあまあ、現状のメンバーも十分強いですけれども、そういうね、やっぱりいろんなご縁で、やっぱ監督が元日本代表ですと、そういうことも起こってくるということですよね。まあ、年齢もちょっと近い選手も多くてですね、実は、あの、まあ、 若いい頃に代表で、ナショナルチームの代表で、アンダーカテゴリーで一緒にやってたっていう選手もいますので、結構もう、普通にチームには馴染んでますね。サッカーファミリーですからね、いつまでいるか分かりませんので、ぜひ練習会場にも足運んでいただいて、やっぱりパンも今、やはり小林由紀選手を見に行きますね、皆さん。 すごい時代よね、ママね。何でもこう、ね、分かっちゃうから。この番組もすごいスピードでね、リアクションが返ってきて、いろんなね、反応がね。何でも見れちゃうからね、すごいですよね。ね、面白い時代でもありながら、いろんな情報交換しながら、ぜひこのサッカーチームもね、ママもちょっと応援来てくださいよ、今度ね。そうそう。ぜひ、チアネゴちゃんがね、呼んでるみたいだから、ぜひ。そっかそっか。そう、抱っこしに行いことってますけどね。そうですね。9月1日、あれわ八王子戦、清チ内山グランドでお前 しております。はい、それでは頑張りましょうね。はい、もう頑張れ。なんか嬉